ですね、ミトリアン算、具体的な分割計算の仕方について今回から入っていきたいと思います。前回動画で、分割計算を導入する理由というか、そのあたり、分割計算を始めるにあたってという動画を、アップしてありますので、またそちらも確認しておいてください。さあ早速まず今回はミトリアン算の分割計算ですね。はじめに一括計算がどうしてもできないときは分割計算も考慮し、大きな桁数でもできるようにする、大きな桁数でもできるようにするっていうのが最終目標ですね。じゃあ大きな桁数でも計算をできるようにする、その計算方法として一括計算、分割計算なのかというお話になりますね。最終目標、大きな桁数でも計算できるというのは、そろばんの見取り算なんかを間膜切りで3桁ずつ暗算で落とせるようになるというのが一番大きな桁数。例えば、33なんで奥ですか、奥の計算も間まで区切ってしまえば、3回分割してしまえば十分暗算でも解けてくる。そこら辺が一番最大の最終目標なんですけども、まずそれをやるためには、3桁で落とせる、3桁で落とせるというのがミトリアン算に関しては一番大きな目標ですよね。3桁で落とせるんですけども、ただ3桁なかなか難しいなという時に、じゃあ分割計算を導入しましょうという感じなんですけども、基本的にはここにも書いてみたいに、一括計算がどうしてもできない時は基本的には一括計算なんです。一括計算で指導して、さっきも言ったみたいに3桁まで落とすっていうのがまずは大前提なんですけども、当然、生徒によって、通う回数、週1なのか週2なのか、フリーコースなのか選手コースなのか、それによっても全然違いますし、せっかくセンスがあって、ただ他の習い事の兼ね合いであるとかっていう時になかなか回数が限定されてしまう、時間が限定されてしまうという時に、じゃあ2級まで、せっかく2級まで来たんで、せめて1級ぐらいまで、ある程度ゴリ先生の教室の目標というのは手段、全国連の手段の暗算検定1級なんで、そこまでは何としてでも合格させてあげたい、そこで自信をつけさせてあげたいというのがありますんで、であれば、そこで2級や3級で諦めさせるんじゃなくて、一回ミトリアン算で分割計算を導入しておいて、正答率を上げる、回答の答え、点数を80点、90点、今まで30点、40点しか取れなかったものを分割計算を導入してあげて、80点、90点まで取れるようにする。そうすれば余裕が出てくるんですよね、生徒に気持ちが。そうした時に並行して同じように一括計算の練習、さっき言った3桁で落とせるようになるというような練習も入れてってあげれば、どんどんレベル的には上がっていくんじゃないかなと思いながら、ゴリ先生はやっていきます。じゃあ実際どんな感じでやっていくかという感じですけども、こんな感じですね。一応、また無料で問題ダウンロードのところに答えと、あとはこの2桁から3桁、加算ですね。熟知、10問の問題のと答えですね。また、ダウンロードできるようにしてありますので、そのリンクに関しては、概要欄ですね、に貼ってありますので、またそちらからダウンロードしてみてください。じゃあ、例えば分割計算、その前に1問目やってみましょうか。分割計算ではなくて、基本的には一括計算どうするか。ミトリアン算の場合は答えだけを覚えていく。さらにその答えに足す。さらに答えを覚えて、さらに次足す。これの繰り返しなんで、答えでいっていきますね。98931021、10891583165179318702080、20122106、2280、答え2280。こんな感じで、ざっと2桁だろうが3桁だろうが3桁までは一気に計算して落とせるようになるというのが目標なんです。答えを2280出せるようにですね。ただ、やっぱり3桁、この赤のラインで貼ってある100の位ですね、94111、これが3桁まで入ってしまうと、どうしてもまだ慣れてないところに関しては難しいんだなっていうところが出てきてしまいます。ただ先ほど言ったみたいに、そうは言っても、絶対の最低ラインですね、2桁のミトリアン算までは確実に分割計算を
導入するっていうのはこの3桁の問題が入ってくるタイミングでゴリ先生は分割計算を導入します。要は2桁の揃いまでは一括計算で必ず最低条件として2桁の揃いに関しては一括計算で落とせるようになる。ここに関してはずっとトレーニングをしてきます。で、2桁の見取り暗算が落とせるようになって3桁の問題が入ってきた時に精度によって、振動によってその子に応じて分割計算を導入する子が出てくるという感じですね。基本的には絶対条件の最低ライン、例えば見取り暗算でいうと2桁の、2桁が揃いで落とせる、ここのラインまでは必ず一括計算。掛け暗算の場合はこの後やりますけど、掛け暗算の場合は2桁かける2桁ですね。これに関しては必ず一括計算でやる。要は分割計算を導入するのは掛け暗算の場合は3桁かける2桁からですかね、ゴリ先生の場合は。見取り暗算に関しては2桁揃いまでに関しては必ず一括計算でできるようにトレーニングしましょうという感じですかね。で、まあ2桁の見取り暗算ができるようになる、そのトレーニングの動画に関してもまた上がってるのでそちらを見てもらえればと思います。じゃあ1問目、さっき2280の出し方一気にやるんではなくて次じゃあ分割してやってみましょうか。まず1の位、10の位、この2桁ですね、落としていきます。また合計だけですね。98123253239341260606806806なんで、2桁、1の位と10の位まではこれでもう変更が、答えが確定してしまいますので、80と書きますね。で、100の位の6、6だけを、6941111280、こんな感じで分割して計算して出していくという感じですかね。見取り暗算に関しては先ほども言いましたようにまず2桁で落とせるのは絶対条件です。3桁2桁3桁3桁の問題が入るときに一括計算で、基本的には一括計算でやらせるんですけど、分割計算を導入するかどうかというのは判断は出します。あとはこの後やる掛け暗算ですね。次回掛け暗算に関してはまず2桁かける2桁に関しては必ず一括計算でできるように、このレベルまでは必ず全員を引き上げます。そこから3桁かける2桁に入った時から分割計算、まあ次回の動画でやりますけど、それを分割計算でやるときに、やるかどうかという判断になるんですね。はい。じゃあ次回、は掛け暗算の分割計算の方法でいきましょう。ぜひこのチャンネル高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。